女好きはおいらの悪い癖、でも遊びなんかじゃないよ。ああ楽しい6日間が終わってゆく。いやもうね、ピットリポート初体験でしたけれども、まあ、何ですか、もう女子レーサーたちが、まあ言うたらこう水面から上がってきてね、ちょっとしっとりとしたこう濡れた髪の毛で、であのペラ袋みたいなの持ってるから、まるでね、健康ランドの女風呂におるみたいな感じなんですよ。まあそこにやれ、え、魚谷香里やね、北須アンナちゃんや、東堂香里やいのが歩くんやから、まあもうね、四十二のおっさんはほとんどこの1週間ストーカーみたいなもんでした。いやー、夢のような時間が去っていくわけですけれども、今日はね、残念ながらそのもう僕がこの1週間本当密着し続けて追っかけ続けた東堂理香がフライングという決めにありまして、もうがっかりしたんですけれども、最終レースなんとか気を取り直して彼女も勝ちました。終わってから声かけると、もう僕の顔を見るなりね、ごめんなさいって謝るんですよ。僕なんて何も痛いことも痒いこともあれ、フライング切ったらファンにはお金還元戻ってくるんですよ。辛いのは君だろ、リカ。ね、それでも謝るあなたのその心根の美しさ、これから僕はますます応援しますよ。明日も6号艇ね、そらなかなか住之江の6号艇勝てるもんじゃないですけど、心から応援してます。明日は優勝戦より、実は僕は3レース東堂理香の6号艇頭勝負だ。さあ、いよいよ大阪スポーツショーアクアクイーンカップ、明日は最終日優勝戦です。さあ、6名のメンバーで揃いました。そうそうたる顔ぶれ、そして新鋭あり、師弟の対決ありと、まあ、非常に見どころ満載の優勝戦となりました。優勝候補筆頭は何といっても魚谷香里。もうここに来て無敵の強さ、部類の強さで連戦連勝であります。ましてモーターがよう出てる、今回は低勝率期の一戦と聞いてたんですが、魚谷のモーターはなんとね、 2連対率が 44.8% あるんです。低勝率期はないんですね。それがまさか、まあ言うたら今回の看板の一人である魚谷に当たるんですから、まあ、負けようがありませんわな。まして整備の方もみっちりと初日2日目とやってられて、展示も今日の準優の展示ですが6秒78、まああとざーっと見ていただいたら分かるように、あとは全部8台、まあ言うたら伸びも一番来てるわけですな。この魚谷が不動の本命というのが、まあ明日朝起きてどの新聞見てもこうなってますね。まあもちろん、我が大阪スポーツの若林記者も言うたってここ本命にしてるんちゃうかな。さあ、しかしながらそれだけじゃ面白くない。魚谷香里に勝つ選手はいるのかどうかですよ。そうなるともちろんこちらも連戦連勝、途中で一度負けたのは魚谷に負けただけ。孤高の薩摩王女藤崎さゆりね、これも連戦連勝、負けたのは魚谷に一度負けた3着のみ。非常に強い、やはり展示は6秒80魚谷の次に出てます。もうね 0.02 ですから、そんなに大きな差がない。またこの最初からね、この人は前見の日から今日まで一度たりとも表情変わってません。平常心の人ですね。ですからこういう人はまあもう大舞台になればなるほど強いんで、今回特に魚谷がインコースにいますから、重圧はこちら、こちらは気楽に挑めるということがあるけれども、基本的に何でもそうです、両雄並び立たずと言います。まして頭固けりゃ紐荒れるというのがこれギャンブルの相場なんです。だから2強は並び立たない。魚谷が勝つとするならば、意地を見せるとするならば、明日はズバリ藤崎は切るということですね。これじゃあ魚谷に勝つ選手いるのか、ざっと見てください。ここですよ、結局ね、本節の今日の準優日の前半戦を除いた発走の平均スタートタイム、魚谷18、藤崎18、武井16、小野聖奈13、平田沙耶香14、小池綾乃17。ねえ、小野聖奈と言うたらダイナミックなモンキー、いわゆる聖なる1マークを制するマーメイドです。
それが角1の4コースから1、3のスタート決めてごらんなさい。このうち3艇飲み込みますよ。そうなった時に4が頭で、はい、その通り2着はこの後発表いたしましょう。もちろん4号艇宇野聖奈がまくったとなっても、もちろん1コースも魚谷が残して4-1、これも十分考えられますし、当然目としてはまあ筋目の次にあるわけですが、やはりボートレースは筋目です。4がまくった時は5平田さやかの差しですよね。筋目勝負で明日は1着4番2着5番で3着流して4点勝負、もう満州間違いないでしょう。もちろん4-5-1を厚めに買いたいと思います。極道南の6日間のピットリポートの中で導き出した最後の結論はこれ、小野生の頭で4本流しで勝負。